皆えー、っとまあねえー、っとあの僕があの例のあの黒川問題についてえー、っとアップしたんですあんまり反応ないですね <laughs> まあちょっとねあのそれを知った常年さんとかもなんか隠してるようでねえー、っとなんか圧力かかったのか僕はよくわかんないですでもね これね、単純に考えてみると、えっ、ー、と、まあ、答えはすぐ出てきます。で、あの、黒川問題第2って書いてるんですけど、あの、黒川さんの話については、一切話ししないです。あの、僕が言わなくても、他のところで皆さんね、あの、いろいろ言ってるんで、あの、その通りなんで、あの、あの方はもう、定年延長決まったし、えっ、ー、と、 あと2年、あのねえー、と定年、えー、とでもあの検事総長にはなれん、あの今の方が、ね、稲田さんから辞める気配ないんでなれないし、同期なんでねなれないし、えー、となおかつ、えー、とあのその、ね、65歳,歳かに、えー までにはあの安倍さんも辞めてるし、えーとうん、そもそも、えー、と安倍さんと仲良くないっていう別に関係ないっていうかむしろあの,大阪,こあのお大阪の方の。 検事長のえっと、なんだっけ、えっ、ー、と、あの、あの夫婦ね、<laughs> 今、名前ちょっとど忘すあの夫婦も、もう、あの、ね、1000万円、えー、人にわ渡したんじゃないかっていう、もう、それでね、起訴されるっていう話も出てきまた、大体ね、1億5000万、金渡さなきゃね、成り立たないじゃないですか、どっかにね。 えあのそういうことですよ、それはね、まずいですよ、僕が子どもの頃はあは見ました <laughs> あの、いくらでもね、五千円札とか千円札とかね、本当にね、一万円札置いていった方とかいたんですよ、県議会議員になる候補か市議会議員か知らないですけど、あのうちの,あの祖父がね、 えーとまあ、元国鉄ですね国鉄の,あの理事をやってたんでね、まあ、国鉄の方にこう口利きできるんじゃないかって、うんね、あのわざわざ、えー、玄関まで来て挨拶しに来たり、ね、僕はほらあの子,供子供っていうかあの病気がちだったんでね家にいることとかあったんでねあの幼稚園とかね。えーと 低学年の小学校低学年の時は休んでたりしたんでねそういうあの,のは大昔あったんですよもうね50年ぐらい前の話あ、まあ、今僕53ですけどもね50年、えー、と45年ぐらい前の話かなそういうのあったんですけど今ねそれやったらもうアウトですわだからあの問題は。 えー、そんな金渡してだったら金渡すしかねえじゃんっていう話になるわけじゃないですかそれをやってしまった上の方もアホやなっていう以前に何でそういうことすんのっていうことの方が僕なんか興味ありますよねでえー、とまあね人間っていうのはバカなんであのどうしても受かりたかったら金あったら渡しますわな だからそっちの方はね何の不思議もないんですけど上の方がね渡しちゃったっていうのは「アホや!」っていう感じなんですけどまあこの話はもうどうでもいいですよ。もう終わります、えー、っと今4分30秒ぐらいかなで有本さんがねあのこの公務員の定年延長、えー、65までの定年延長の話ですよねあのし,してるっていうのは。 まあそうしたらね民間も従うじゃないかっていう話をしてたんですけどお前アホかっていうあの人ね安倍さんのお友達なんでやっぱりね忖度があるんですよね変な忖度があってあの右に人なんですけども あのね、森さんを異常に擁護するとかねやっぱりねせ変な忖度があってこれって男っぽい忖度なんですよね。あの女性の人ってあの人嫌だとかって思ったらあのそういうことないんですけどもだからねあの人はねあの僕嫌いなんですよ。 あのすごいあのね忖度してあの、ね、う嘘嘘ですよね今回は僕ははっきり嘘って言いますよだからあのポップにも嘘って書きますけど嘘の情報を流してるんですよねというのは、えー、と公務員がね、えー、と定年延長になったらもれなく延長になるわけですよ ね、大した能力ないっていうかあの僕は公務員であの半分に減らせってずっと言ってる人間なんではっきり言いますけどもあんなものなんかさコピ,コピペすればさ資料なんかあの誰でも作れるしあの大したことやってるわけじゃないんですよ普段ね頭いい人とかいっぱいいますけどもでもそういうね頭いい人の能力を早いうちに民間に流したのが僕は絶対いいって。 っていう風な考え方なんで、あの公務員の下手にね、あの定年延長させるっていうのはダメ。あの止めます。ゴミや来たんで。はい、えー、っとね、あの今止めましたけども、あのご,ご,ごみあのゴミ、あゴミや来たんでね、あの公務員をね、えー、っとヘタに延長させるっていうのは、あの僕は。 あのすごい反対してるんですよね。どういうあのねまああの今ねえっ、ー、と役所とかでいろいろほらあの僕なんかもそうですけどもあのコロナでえっ、ー、と 大変な人たちなら給付とかいろんなあのマイナンバーカードをあの申請する人とかね。すごい混んでるんですけども、あんなのって全部ネットで全部やればできるんですよ。まあ、年寄りはできないですよ。年寄りはね。僕よりも上の人たちっていうのはちょっとそ,そういうのあの困難かもしれないんですけども。でも若い人とかもね。来てるわけですよ。 あのスマホとかね使える人たちがね来てるわけなんでまあ,あの僕なんかも住民票あのお金借りるために住民票とかねあの取りに来ましたよ2回えっ、ー、とあーそう どうかなとかって思ったけど僕あの一人者なんで一人世帯でいいだろうとかって思ってそっちに丸つけたもの出したらダメだったみたいであのまあそこも僕も配慮足りなかったんですけどもやっぱりそうかっていう感じであのもう一回取りに行ったんですけどもねあの全世帯あの書いてなきゃダメだっていうねまあそんなもんですよそんなもんをじゃあ機械でできないかって言ったらできますよこんなもんできるよ だからあのね ATM みたいにバーッとかってね機械並べておいてねあの住民票とかって言ったら言ってね大体ねた例えばねあの最初からねネットで予約しておいてね予約番もパパパって入れればねすぐ、えー、とねお金払ってくださいパパってすぐ終わりますわだからあの変に仕事を作ってるんですよ。それはそれでいいのかもしれないけど。 あの発展途上国だったらね発展途上国とか、えーとまあ、昔は先進国だったんだけどあの今はちょっと経済的にいまいちだよっていう国だったらいいのかもしれないですけど日本みたいにあのまだね、えー、と今もうね、えー、とデフレずっとね20年以上続いてるんでもうもう発展途上国だろうっていう風にね 思ってる人もいるんですけどそういう風に言う人はいないんですよだからまだあの発展する国なんですよでそういう国がねわざわざあのね仕事をねあの公務員の仕事を作る必要ないです別な仕事を作ってそれで補助していくっていう形が一番いいと思う。公務員になるとねあの 勘違いいする人たちが多いんで,、ね、であのまあも,もちろん、えー、と地方自治体なんかはあの雇ってるっていうか、えー、と派遣みたいな感じあの臨時でね雇,雇われてる人たちとかも多いんですけども国家公務員とかはそうじゃないですからね。 だから、そういうのはもうね、全部、あの、民間に流すようにして、で、特に、あの、僕が言ってるのは、頭のいい勉強のできる人たちを、本当に民間になお、あの、流して、それで、いろんなアイデアを出して、えっ、ー、と、やっていくっていう制度を作った方が、本当にね、いいん、 はずなんですよ。例えばええー、とね。あの公務員をええー、と多くした方がいいっていう人たちがいるんですけども、そのそういう人たちの大体はね。あの産経仕事を公務員にした方がいいっていう風に言ってる人たちですよ。例えばほら今まではそう。最近は違うんじゃないかなと思うんですけど、ゴミさっきゴミの収集来ました。けども、ゴミの収集なんかはあの？ もともと市とかでやってたものなんですけど東京なんかは多分ね民間なんじゃないかなっていう気がしますけどもああいうものとかねあの機械でできない仕事ですよね。あまあね確かに、ね、機械で,であの市町村ではねあのちゃんとこうね、えー、とダンプカーみたいなものでこう吊り上げてね だとかって入れるようなねアメリカ式を取り入れてるところもあるんですけどもあの大体うちの方もそうなんですけどもあの人が手作業でねあのえっ、ー、と収集者に放り込んでますわあのそういうことですよねだから介護とかもそうだ介護の仕事もそうなんですけども産経の仕事とかをむしろ公務員にするべきだと思うんですよねそうするとあのねえっ、ー、と 老人があの言うことを聞かないとかって頭にきてね八、ねえー、つ当たりするまあ,あのソフトな言葉で言いますけども八つ当たりするようなねあの連中とかいなくなるわけですよ少なくなってくるまあなくなることはないと思いますけどもね。ちゃんと いいお給料払えばそんなねえとそれでクビになったりねえと刑務所に入ったら元も子もないわけじゃないですかそういう風にすればいいんですけどあのねなんか知らないけどホワイトカラーのえーと今もう AI とか出てきてるんでのに対してもう抵抗力があって今の最大の抵抗力は今定年延長ですわ。 これ、ね、あのなんで僕があの年金もらえないからうーたらこうたらってね有本さんとか言うんですけどあんたおめバカかっていう感じですよね。そういうのでねえー、と全然使えない連中まあ使えないっていう言い方は失礼かもしれないですけどダメなんね人とかにも高い給料払うのっていうあの人なんかねえー、と給料が低くなっていくっていうふうなね 民間の話をしたんですけども公務員の話をしなかったってあんなずるいよなお前さやめた方がいいよジャーナリストなんかまああの人もねいい,いいこと言うんですけどたまにはねでもやっぱりねそういうところがあるんですよ忖度してねあのバカだよねっていう感じですよねというのは あのトヨタの社長が去年確か去年だった一昨年じゃなくて去年だったと思うんですけどもう年功序列はできませんってあのトヨタが宣言してるんですよあのトヨタが宣言したということは民間企業はもうねかえ,えのあえて言いません無能とかってあえて言いませんよ会社に必要ない人はには給料を払えませんってあえて言ってるんですよ 分かりますそれをまあ今はねあのー、定年は60だけど食卓で63までになってるけど例えば本当にね65まで規定でっていうことになるわけまあ60で辞める人もいますからねあのこんなのやってられあのこんなねえっ、ー、と僕がし いた会社ではね三分の一ぐらい、三分の一以下とかになる。まあ、新入社員と同等か、それ以下になるわけですよ。あの、そういえばバカらしくてやってられないっていう人をね、辞めちゃったり、あと、まあね、私は一人者なんで、もうね、あの好きなことやりますって言って辞める人もいらっしゃる、60年ね。そういう,うに。 だったんですけど、まあ、あの、63までやる人もいる、いるわけですけども、それが65までということは、基本的には5年伸びるわけですよね。で、5年伸びるって、会社に必要ない人に5年も給料払えるかっていう話なんですよ。それよりだったら、これね、まだ、まだですよ。 えーとね3年だったらまあなんとかなるかってこれね考え方なんですね実は考え方で新入社員っていうのは役に立たないっていう風にみんな思ってるし新入社員に社員教育をしなきゃいけないっていうのはまあ大企業とかみんなそうですよで半年ぐらいはそういう風に見てるんですけどもでもまあ1年経ったらそれなりに働けますわでも信用がないから日本はほら 今までは信用社会だったんで、そうなんですけど。今は全部全然能力社会。だから、お客さんでも、1円でも安くていいもの。だから、ベテランがすいませんって頼んでも関係ないんですよ。そういうのは営業とか。もう、あ技術とかもそう。1円でも安くて技術が良くて、それで、えっ、ー、と、 簡単に手に手入るる、まあ、生産力があるとかねそういうものを求めてるんですよ求めてるんでもうねベテランだからって関係ないんだよベ,ベテランの営業が行ったって関係ないむしろ新しい考え方を、えー、と習得したねあの 若、はい、あの、年寄りなんか、あの、すまそうだ、ちゃちゃとかってできなかったりするわけだから。新しいものを習得した、新しい考え方、新しい技術を、あの、大学とかで学んできた人の方が、あの。まあ、即戦力になるわけですよ。だから、最初はなれないかもしれない、一年経ったらなれるわけだから、もしかしたら、あっという間に。 会にととって有益な開発とかしたりするんですよでも本当にね能力ない人はそれできないんですよ60過ぎてね。で一番あのね大切なのはね体力がなくなるってことですよ僕も、えっと、20代の頃はあ体弱いなぁとは思ってたけどこれほどやっぱりねうつ病とかっていうの分からなかったしこれほどやっぱりあのね 皆さんみたいにね、えっ、ー、と、寝ないで仕事できる、できないなんて思わない、まあ、寝ないで仕事とかしましたけどね。だから、そういうふうにね、あの、そういうふうに思わなかったんですけどさすがにね、60ぐらいになると、寝ないで仕事をするとかって、そういうのね、あの、できないんですよ。だから、すんごい体力があって、能力があって、そういう人じゃないと、会社っていうのは、必要じゃなくなるわけ。 で、そういうところにあぶれた人たちはじゃあ自分が持ってる体力がなくても、えー、とそれなりに稼げる仕事っていうのをにやっぱりねシフトしていかなきゃいけないしそれもできない人はやっぱり、えー、ともっとね、えー、と補助金みたいなね、えー、とワーキングシェアじゃなくてなんだっけ今ちょっと出てこないですけどもそういうのを、えー、ともうね 渡さなななききゃいけないいけよねそういう時代になってきてるんですよまあ AI 税とかね取るとかねこれからね AI を使ってるところからいやまあ人と同じですよ AI の税金を取ってその代わりやっぱりそういうことをできない人たちにえっ、ー、とクーポンみたいにねお金ある程度えっ、ー、となんだっけなんいくらぐらいに渡す今回のね10万円渡すって話になって,ななってまだもらってないですけどもそういう話になったじゃないですかそういうふうにね していかないと非常にあの難しい時代に入ってくるわけですよ。でね。何よりもそれが民間ははっきり出るわけ。はっきり出るわけですよ。で僕なんかも。あの病気しててえっ、ー、とね。あんまり実績もない人間。 をね、例えば今回、えー、と僕の知ってるあ、まあ、有名会社の社長やった方で自分であの会社を建てた方にねすいませんけど生活費がないんであの仕事を何か請け負ったらそれチャラあのゼロにしていいんであの今とりあえず少しお金貸してくれくださいませんかって頼んだんですけどももう一周されましたようちは金貸してません。 よく知ってるけどやっぱりねシビアなんですよ会社の社長っていうのはあの今ね今のあのね情報では動かされないですよ正直に昔の人はねあしょうがねえかとかってまあ余裕もあったんですけどただねあのやっぱりねえー、っとね周りの人を助けようというねあのね教育でも学んできたし周りもそうだったしそういう風な 気持ちをねやばいどっかしらみんな持ってたんですけどもうそれないですから。ないんであの有本さん言ってるのは机上の空論。気上の空論でそんなのにねあのね大企業もなんか従うってじゃあ65万円で定年増やしましょうとかって言ってても大体給料ガバーンとかってね新入社員よりも安くわざとさせて。 それで、それでもあんた、あの、60の時にね、65までやりますかって言って辞めさせるっていうね、この、こういう手口をやるわけですよ。これまともな会社。僕が行った会社もまともな会社なんで、それをやるんですけど、中小企業はそれさえもできないわけ。 それさえもできないで、まああのね、本当に有能な人はもう70でも死ぬまで働いてほしいっていうのがあるんですけどどうしようもないのは早くやめてほしいわけですよ。それを65までって冗談じゃないっていう。大体いいね日本でねあの外国人の,あのゆ緩めたじゃないですか外国人を雇うのをね。それ安く雇うためでしょ だから結局能力がないんだったら安くても雇いたくないわけよもう本当にこれ現実だから僕なんかもあの自分ではまだ能力あると思ってるんだけどでも周りがそういうふうには認めてないわけよだからいつ死のうかなっていつ首くろうかなとかって思ってるわけだからそのね現実を 誰も直視しないで今回の黒川検事長の問題にすり替えてごまかされるっていうね、日本国民っていうのは本当にバカやね。アホやねっていう感じだよね。まあ確かにね、気づいた連中は騒がなくなった。あの、僕がといろいろやりとりした人もね、 騒がなくなったし元からあの僕はそ,のそれに関して何も言わなかったけどあの例の,あの黒川さんに反対します証明してくださいとかって言った連中も多分ね静かになってますよ。それは周りで気づいたわけよ。だから気づく人は気づくんだけどいまだに気づいてない人がいるんですよね。まあね。 どううしようもないですね、日本国民って。あの竹田恒哉さんが日本国民はねあの民度がありますからとかって言うんですけれど僕から言わせると民度ないね。<laughs> 以上です終わりです。